イスミゼルの浩司です、約2年半ちょいくらいですかね、ついにアルバム「バラの聖堂」が完成したわけなんですが、このアルバムにはもう言葉では語り尽くせない感情詰まってるんで、ここから新たなる悲劇の物語がまた始まるというところで、あ、これ俺かな、違うのか、ぜひ皆さんに、聞いて、手に取って聞いてもらいたいですね。そして、武道館の方にも来て、新たなるマリス・ミゼルの世界を感じてもらいたいです。自信作なので聞いてください。マリス・ミゼルの勇気です、8月23日に、リリースしたニューアルバム「バラの聖堂」はもう聴いていただけたでしょうか。このアルバムはですね、結構3人で長い期間レコーディングに入ってたわけですけど、今回より世界、より深い世界観をこのアルバムで、表現できることができたと思いますので、ライブにはぜひこのアルバムを聴いて来てほしいですね。それではライブでは